先日のデジタルイベントでタイトルアップデートの予定を発表させていただきましたが、4月末のアップデートでは特定のクエストをクリア後にハンターランクが解放されるようになります。解放した後は、里クエストや、集会所クエストをクリアすることでハンターランクポイントを、獲得や蓄積、できるようになります。蓄積したハンターランクポイントに応じてハンターランクが、上昇いたします。ハンターランクを上げていくことで追加されたモンスターの、クエストに挑むことができるようになります。また、時期は確定していませんが、その次のアップデートでも、モンスターの追加に加えてエンディングも追加する予定です。百竜夜行、今回、ゲームのテーマとして、和やアジアテイストってところから、その日本の妖怪をモチーフにモンスターとかちょっと作っていったんですけど、その中で、日本の昔から伝わる、絵巻物に、百鬼夜行というような、妖怪が、要は徘徊するような、そういうふうな、昔ながらのこう絵みたいなのが、あるんですけど、そこをモチーフに、そこをヒントにか、今回の百竜夜行という、ゲームモードを、考えましたと。今回、百竜夜行って何にふさわしいって言ったらあれですけど、通常のクエストよりもより多くのモンスターを、登場させた上で、それらを次々と、撃退、するような、そういったちょっと派手で気持ちよい、ゲームモードっていうのを、そこからちょっと、考えていったわけなんですけど、やはり通常のクエストとは違って、より多くのモンスターを出さないといけない。この面で、やはり、処理の面だったりとか、そういうところで一番、時間をかけて、制作はしていきました。やっぱり当初とかは、何十体も出せるかところから、実際にちょっと、検証していった感じで、またどれだけの数とか、次々やってくるのかみたいなのは、実際のゲーム触っていただけたらと思いますが、そういった面で、今の形の百竜夜行に、落ち着いた感じになります。実は百竜夜行もいろいろな、その先ほどお伝えしたように検証というのは知っていった中でも、そのゲームモードっていうのも実は、何回か作り直して、いまして、最終的にちょっと今の形に、なるわけなんですが、各施設、を、使いながら、モンスターを撃退、していくだけではなく、そのクエストの中でモンスターハンターなので自分が、所持している武器も、使いつつ、その武器と兵器を、使いながら撃退していくっていうような、そのクエスト内のサイクルっていうんですかね、そういったところをちょっと、一つの起点として遊んでいっていただければと思っております。いかにそれを、うまく流れを見切るかみたいなところが一つのポイントにもなるかなと思いますので、そういったところを見ていただければと思っております。一人用でも百竜クエストを十分に遊んでもらう形で調整しております。具体的に言うと、通常のクエストと同じく、人数による何度の調整っていうのも行っておりまして、それ以外にもゲームの仕組みとして、クリア目標以外にもサブクエストみたいな、小さな目標っていうのが、複数、百竜夜行のクエスト内には設定されておりまして、そのクエストを一つでもクリアすれば、クエスト自体は、途中でクリアするあできるみたいな形、それで、クエストの方簡単にクリアすることもできますし、より、やり込みたいってユーザーに関しては、そういったサブクエストを、複数クリアして、コンプって言ったらあれですけど、コンプしつつ、最後の、百竜夜行のクエスト自体を、全てこなすと、それによってまた評価というのが、ランクで、評価されますので、それによってプレイヤーの腕というか、やり込み度みたいなのも、そこで、測れるというか、いうようなモードになっていますので、ぜひちょっと、一人でもやっていただいたり、複数人数でやって、いろいろクエストをこなしてもらうっていうのも良いかなと思っております。
百竜夜行クエストをクリアすることで、特別な報酬みたいなのがもらえます。まあ、その、報酬とか素材ですね、素材を使って、新しく、特殊な強化といいますか、そういったことができたり、物を作れたりとか、するようになっておりますので、まあ百竜夜行の方もちょっと遊んで、プレイしていっていただければと思います。プレイヤーとの、駆け引きの部分も、大事、ではあるんですが、まず一番最初に、モンスター独自のそのデザインと、ゲーム性、の部分が、面白くというか、個性的でないとやはりダメなので、まず、そういった部分を、ネタ出しというかを、出していきますと。で、その上で、実際に、ゲームというか動きだったりとか、そういったのを考えていく上で、先ほどの、プレイヤーのアクションに紐づいたものと、実際、駆け引きが行えるような、遊びっていうのを、具体的に考えていく、形になります。また、それ、そこまで言うと机上の上での、作り物になるんで、それらを、実際の、アニメーションというか動きをつけたりとか、エフェクトをつけたりとか、していく上で、実際にそのゲーム上で動かしていきながらプレイヤーの動きに、対応するというか、プレイヤーがより、遊ぶ上で、攻略みたいなのを感じ取れる要素っていうのを、詰めていくような感じになります。はい、そうですね。今作、具体的な例を挙げるとして、プレイヤーのアクション、の部分でかけり虫、っていう、遊びを導入したんですけど、従来のモンスターハンター、のアクションに、プラスして、今回のライズ独自の、遊びっていうのを、何かしら、追加しようとか、足すことで、従来のモンスターハンターをより、違った形のアクションゲームにしたかったって思いが、一つあります。その中でその、なんですかね、かけり虫というか、ワイヤーを使ったアクションみたいなものっていうのをちょっと、企画マンと共にちょっと話をしてたんですけど、従来のワイヤーアクションみたいなもんだとやはり、何かしら壁だったりとか、物がないと、アクションっていうのは、起こせなかったりとかするんですが、モンスターハンターの、この独自の世界というか世界観を、うまく使うことで、そのワイヤーの先に、虫が、一緒についてくれるみたいな、設定に落とし込むことで、よりそのなんていうの、ワイヤーアクションっていうのが、従来と違った形で、いつでも本当にどこでも出せるような、アクションに、として、生まれ変わることができたのが一つ。そこから、今作での、シームレスなステージ、フィールドですね、のところを、より、いろいろと、駆け回ることができるような、ことができたりだったとか、モンスターとの立ち回りで、今まで平面だけの遊びが、主であったんですけど、またジャンプ軌道というか、そういったものを使った、遊びっていうのが、今作、実現することができたという形になります。はい、そうですね、やはり、今作作った中で思い深いのが、マガイマガドになります。メインモンスターというだけあって、やっぱり、初期から時間をかけて作っていたところがあるので、はい、そうですね、復活モンスターの中では、今回、発表されましたジンオーガが、一番お気に入りです。このジンオーガも、僕の過去、携わっていたタイトルの方で、作っていて、とても時間をかけたモンスターになるので、思い入れ深い、モンスターになっております。今作で言うと、狩猟笛とヘビーボウガンになります。というのはちょっと、それらの2つの武器を使って主に、調整とかにも参加してたっていうのがあるので、
まあ、やっぱり数が多いんで一人で、まあ、プレイヤー担当が全て見切るっていうのが難しかったりとかするので、まあ、それぞれちょっと、何かの企画マンに、まあ、武器を持ってもらったりとかして、で、まあ、それぞれ、意見を出し合うみたいなことをしてた中で、僕が使っていた武器が、まあ、その2つだったので、はい、あ、そうですね、今作で言うと、四つ身波動の、デザインとか武器のデザインだと、好きですね、はい、ちょっとまあ、防具とかもミリタリー色強いようなものだったりとかするんですけど、まあ、水に絡んだ要素のデザインのものになったりとかして、まあ、こう結構武器の名称とかも変わった感じの、ものになってたりとかするので、まあ、そこら辺が結構お気に入りだったりします。そうですね、今作では里の方で聴ける、カムラ払い歌という、曲が、一番気に入っております。キャラクターの、受付嬢の、日の絵、まあ、里の受付嬢なんですけどが、歌っているテーマ、まあ、そちらの方が、今回、まあ、テーマ曲みたいな感じで、扱ってたりとかしてますので、まあ、実際ゲーム制作中とかも幾度も、聞いたりとか、している感じになります。またちょっと、この曲なんですけど、まあ、その他英雄の証とかも含めて、先行配信でもうすでに、曲の方が、まあ、ダウンロード、できるようになっておりますので、ぜひともまだ、聞かれてない方おられましたらそちらから、手に入れていただいて、聞くことができますので、ぜひ、発売まで、そういったものを聞いていただいて、お楽しみお待ちいただければと思います。はい、そうですね、なかなかユニークな質問だとは思うんですが、やっぱりちょっと今作、まあ、作ったカムラの里が、最近の方はやっぱり思い深い、形でなっているので、一度ちょっと住んでみたいとは思いはしますね。まあ、百竜夜行がちょっと襲ってきたりとか、しているので、ちょっとどうなるかわからないですが、まあ、楽しいこう仲間たちが、いるので、でしかもそういったところではちょっと、お団子とか美味しそうなものもあるんで、ね、ちょっと暮らしてみたいかなと 思いました。はい、そうですね、さすがに今はまだ発売してないんで、仕事で、まあ、モンスターハンターをずっと、まあ、プレイしている形にはなるんですけど、まあ、従来というか、まあ、過去も発売されたらやっぱり、発売当日だったりとか、それ以降とかも、昼休みだったりとか、仕事が終わった後は、ミーティングルームだったりとか、まあ、近くに集まってみんなでクエストに行ったりとか、まあ、そういった形で、まあ、自分たちの作ったゲームってのは、すごい遊んだりとかしてますね。もうやっぱり中には、自分が作ったゲームだけどさらにこう数百時間遊んでるような、スタッフもいたりとかするので、やっぱり、そういった意味では、まあ、自分たち作ったゲームだけど、まあ、そういったやりごたえのある、ものが、できたんじゃないかなと、思っております。今回、まあ、そんだけ遊べるような形に、なればいいかなと思っておりますので、はい、そうですね、今作、まあ、フィールドが、シームレスになったところで、まあ、本当に掛け虫を使ったり、することでいろんな場所を一気できることができるのが、まあ、一つの特徴になっております。まあ、そういったところで、まあ、フィールドを駆け巡ってもらってで、まあ、自分なりのこう最短の攻略ルートというか、まあ、そういったものを、まあ、いくつも、見つけてもらったりとか、まあ、探してもらう楽しみっていうのはとてもあるかなと思っておりますので、まあ、一つだけじゃないこう攻略の仕方っていうんですかね、いろいろとこう環境生物だったりとか、まあ、その他、隠されたものをこう見つけつつ、クエストっていうか、まあ、フィールドの探索を、楽しんでいただければと思っております。といった形で、まあ、発売までもあと1ヶ月、もう切った形になりますので、そうですね、体験版の方、遊びつつ、
発売の方を楽しみに、お待ちいただければと思いますので、引き続きモンスターハンターライズの方よろしくお願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございました。